ぜ僕はこんな大きい声ができるかというと、ここは防音室です。今日は300万円かけて作った防音室のメリットデメリットについて紹介していきたいなと思いまっちょ。シャキーン。というわけで早速やっていきましょう。その前にね、僕がいつも YouTube 上でヌタピアの演奏とか出してると思うんですけども、それとは違う場所にあります。ここは、うちの母が、フォルテマザーが経営する音楽教室の事務所です。で、家にあるピアノとは別のところにその事務所を建ててます。というわけでね、まず防音室とは、どんな感じなのかについて触れていきましょう。まず防音室とは、こうやってね、あーってか、もう声を出しても大丈夫だし、こうでもあのって。これで音を大きく出しても大丈夫なところです。防音室とは音を外に出さないというスーパーメリットがございます。外の音も入ってこないです。まずなぜ防音室を作ったのかについて話すと、うちの母親の事務所は道路に面してて、音楽教室をやる面で音を出す分には普通の家でも大丈夫ですって感じだったんですけど、その道路がたくさん車とか通る場所だったので、中に音が入ってくるんですよ。こうで外の音がね。まあそういうのも含めて、まあ防音室作ろうかという感じで、まああの音のね仕事なので作ったっていう感じです。8年前で15畳くらいで260万円ほどで作ったそうです。ですが、これは少し、防音室としては安めです。なぜ安めかと言いますと、この事務所をゼロからコツ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 大工さんが作る段階の時に、防音室と一緒に作ったからです。マンションだったり、お家がもう建ってます。そこに防音室、アビテックスとかを入れるとなると、もっと値段は高くつきます。なぜなら、壁とか、その材料とかもまた別でプラスで作らないといけないので、まあ値段がかさんじゃうというわけなんですけども、お家を建てる段階、例えば事務所とかを建てる段階で、同時に作れば安く作ることができるというのが防音室です。まあ安いと言っても250万円っていうのはやっぱ高いお金です。しかし、まあ会社の事業とか、まあ音楽教室経営とかされてる方だったら、まあ本当にね、常に多分視野に入れてるとは思うんですけども、いわゆるこれは経費っていう形でね、計上もできるものなので、まあ知ってもいいかなということだったので、うちの母親はしたということです。では実際にどのくらい防音室の効果があるのかとか、やっていきたいなと思うんですけども、皆様お家とかでピアノ弾かれてる方とかだったら、夜8時とか、まあ7時とか、そのぐらいになってくると、気をつけないといけないですよね、音を出すことに関しては。で、僕も以前、愛媛で住んでたマンションが8時がマックスでした。8時以降は一切音を鳴らしちゃダメでした。しかし、まあ、防音室のレベルにもよるんですけども、ハイグレード防音とかいろんな防音があります。真ん中。まあ、それはいろんな会社によって調べてみてください。防音にも、ライト防音、普通の防音、ハイグレードみたいな感じで3つのパターンが結構あるのが主流なんですけども、真ん中のクラスから上だと結構ね、夜中とか弾いても基本的には大丈夫とは言われてるんですけども、密集してたら少しね、気を使わないといけないかもしれないので、それはね、防音の設備の方ともし作られる場合は相談してもらったらなと思います。では、どこの防音のメーカーがいいのかと言いますと、まあそれはね、僕では全くわかりませんので、業者さんにおのおの調べてみてください。ちなみにここはヤマハアビテックスのフリーシリーズというやつで、自由設計で音響も一応考えてます。ですので、例えば音を吸収するだけで全くピアノ弾いてる感覚がないみたいな感じではなくて、ピアノ弾いとってもきちんと音がね、ちゃんと耳に入ってくるような感じで、音響もすべて考えております。というわけで、どんなに、そんなに音がすごいのかについて、防音の扉の外から僕の音を聞いてもらいたいなと思います。はい、というわけでね、これが防音の扉となってます。このぐらいごつめで、ここにはね、ゴムとかも置いてあって、まあ、ピタッとね、音がね、止まるようになってます。で、下も普通の扉と違って、ごつめとなってます。この窓もごついです。というわけで、最初弾いてる状態から、閉めてどのくらい音を遮断できるのかについてやっていきたいなと思います。
締めていきますね。じゃあこの状態から途中からバタって締めますね。なんで閉めたの？というわけで、これが、いわゆる防音の音の遮断した、リアルな聞こえ方です。皆様どうでしたか？結構、音が遮断できたんではないでしょうか？というわけで、防音の外からの聞こえ方っていうのは、こんな感じです。では皆様、ここまで聞くとメリットしかないと思われると思うんですけども、デメリットについてね、話していきたいなと思います。まず、防音質というのは、高い。それが完全なるデメリットとなります。そして、スペースがかなり取られます。普通の6畳とは違う6畳になるので、っていうのも壁の厚さとかが違うので、6畳でそのままピアノを置いてドーンじゃなくて、6よりもちょっと大きい間取りで作っとかないと、きちんとしたものは作れなかったりとかするので、お家とか建てる場合でも、元々のそのね、坪数とかも増えたりとかするので、値段がかさむというのが完全なるデメリットかなと思います。一つ問題としないといけないところは、例えばお子様一人だけ、ちっちゃい子だけで防音室でピアノ練習させますよね。で、僕が一番ね、デメリットだなと思ってるのは、まあ、カメラとかをつけてたらいいんですけども、もしつけてなかった場合とか子供がね、例えば急にバタンで倒れてたりとか、なんか苦しんだりとかとかしても全く音が聞こえないというのがデメリットではないかなと思います。まあもちろんカメラとか設置して常になんか見えるようにしとけば全く問題はないのですが、じゃあ今日は一日練習してくるって言って、防音室にこもって熱中症で倒れとったとしても、まあ見つけることができない可能性があると。叫んでも聞こえないからです。まあそれがデメリットかなと思います。これは音楽家や音楽教室経営されてる方とかだったら常に考える問題ではあるとは思うんですけども、やはりビジネスっていうのはできるだけコストをかけずに回収したいっていう問題があると思います。それは一番いいモデルを伝えると全く防音室も作らず田舎でめちゃくちゃピアノの生徒さんとかが来てくれたら一番回収できますよね。防音室のお金もかからずコストもかけずですがやっぱそれは難しいと。やっぱいい立地の場所とか都会とか行くのを必ず防音室はいるということなのでまあ回収までも少し時間がかかるしもしかしたらそのビジネスは失敗する可能性もあるというのがデメリットになるかなと思います。まあうちの母親はただ単に作りたかったから作った夢だったっていう形ですのでまあ今楽しくやっているかなというところです。でただ防音室を作れば何がメリットかというとピアニストとか演奏者っていうのは周りに音が聞こえてないかなとか夜中とかも練習したいけどなっていう時にいつでもできるっていうのはスーパーメリットです。じゃあ例えばチケットとかまあ売れてて次の日演奏会満席ですってなった時にあもう心臓バクバクして夜中とかも弾きたいなってなった時に弾けない可能性があるのが普通の例えば防音してないところだったりするんですけどもまあ僕もねすごい心配性なのでコンサートとかある前日とかはめちゃくちゃ練習する時もあるんですよ。まあ、それはね、その時のメンタルって決めてるんですけども、そういう場合は、こういう防音室にこもって、うわーって言って最後の追い込みをしたりとかします。夜中の2時とかにもね。まあ、それができるっていうのはスーパーメリットかなと思います。気持ちっていうのは、すごい、次の日に影響してきやすいので、僕はどうにかそれで、まあ、演奏会を成功させてきたのかなと思います。で、やっぱ演奏家やアーティストにとって、いつでも演奏ができる環境っていうのは、もうね、どんな住みやすい場所よりも、やっぱ大事かなと思います。だって、演奏家にとって仕事っていうのは演奏すること、いわゆる準備をすること、そして皆様に届けることが仕事ですので、で、それが例えばね、制限されるのが僕にとっては多分厳しいので、まあ、それもあって、岡山におるっていうのも、相当な理由の一つとしてもあります。というわけで結局防音室は世の中の方とかをやっぱり配慮したりとかやっぱ気にしたりとかする方とかやっぱ音のクレームがあったりとかしたらまあ検討するっていう感じの次のステップかなと思うのでまずは演奏できる環境いわゆる楽器を揃えるっていうところが一番最初のステップかなと思うのでまずはそちらから頑張ってみてもらえたらなと思います。というわけで皆様今後とも一緒に
やっていきましょう。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。